Thank you.
上3つ以上のポイントがございません。ブロックマッチでの再延長戦となります。スーパーヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンアンディ・フグに佐竹正明が挑戦する一戦ということにもなりますが、それよりも何よりもお互いの思いがぶつかり合う試合であります。さあ今試合開始のゴング、ワクワクしますね。ワクワクしますね、はい、1年半ぶりに見る佐竹、うん、佐竹が間違いなく今リング上で戦っています。でもいい表情してましたね。そうですね、先ほど大阪の話してましたけど、あの少年の頃のようなですね、そのまま夢を追ってるような顔をしてましたよね。自宅の周りをランニングしながら、とにかく頂点に立つんだ、うん、空手で俺は頂点を極めるんだと、あの上を目指していた頃のあのギラギラしたような、はい、あの表情に何か佐竹が戻っているような気がします。さあ石井さん、はい、1年半ぶりの佐竹、一体どこまで佐竹はあの頃の絶好調佐竹に戻ってるんでしょう。いや、あの体調的には万全だと思います。あとは試合勘ですね。そうなんですね、でもあの逆に僕あの鬼のような顔をしているアンディ、あんな顔初めて見ましたね。なるほど、アンディにもやはりその佐竹がリングを離れていた間に自分はこれだけ強くなった、そしてもう頂点をアンディは極めました。そうですね、まあ、そういう意味では先を越されちゃいましたね。そうですね、
その辺の自信がおそらくこの鬼のような表情に表れているんだと思います。さあミドルキックアンディ、K1 のパイオニアが佐竹選手だったら、ね、K1 をですね、はい、より本当に成功させてきたのは、アンディ・フグというですね、はい、あと2人ともですね、大手が投しかしこれは空を切っています。この K1 の中で大きな修羅場をくぐってきましたから ね、 ね、数々今まで本当につらいつらい日々を送ってきたアンディ、はい、今年ようやく頂点を極めることができた。そして今迎え撃つのがあの3年前空手ワールドカップで河原1枚の差で負けたあの佐竹正明、まあ、その頃のデータはもう本当に関係ないですね、はい、今や2人ともあの頃の何か挑発するような表情を見せながら、いやこんな風貌を見たのは初めてです。闘志がみなぎってますね、いや石井さん、あんな風に自分の闘志を、はいはい、前面に出すような風貌って初めてですね。今日のアンディフグの何て言うんですか、投手って言うんですか、はい、過去最高じゃないですか。過去最高ですね。佐竹は冷静ですよ。あそうですか、左左回ってますから。あのね、必ずアンディの右側、はい、つまり佐竹は左回らなくちゃいけないんですね。あなるほど。そうするとアンディの得意な左が遠くなるんですよ。なるほどね、はい、作戦通りですね佐竹は。佐竹選手もね、大試合も100戦連覇ですからね。そうですね、ただ1年半のブランクですね、でもね、ブランクというよりも、彼にとっては充電期と自分のパワーアップの時期だったと思うんですよ。だから僕は逆にいい効果を今回生んでると思いますよ、ね、そうですか、打たれ強い佐竹選手であるんですけども、あんな凶暴ばかりですよ、あの右危ないですよ、ね、はい、さあ待ちに待った時間というのは本当に勝つのがあっという間、もう第1ラウンドが終了の時間を迎えようとしています。いやそれと飛び込んでいった、しかしこれはかわしている、見切っている、ここで第1ラウンド終了です。佐竹正明対アンディフグ、第1ラウンドはほぼ確実、試合はこれから第4ラウンドです。この試合は3分5ラウンド制、あと6分間で勝負が決します。佐竹が出てきましたよ。佐竹が少し詰まり出てきましたね。佐竹、ちょっと鼻血が出てますね。ああそうですか、おっとスピンキック、左のフック、左ストレート、フグも返します。あの鼻血ですけどもね、先ほどのラウンドで左にストレート、あの後今インターバルで指示を受けてる時にツーッと出てきました。あそうですか、いや本当にこの一瞬一瞬はっきり我々には分からないようなところでも戦いが続いているし、その辺の怖さってありますね。おお、ストレートだ、左ストレート、これはスリップアウト、あの左ストレートがヒヤッとしました、ね、あの左ストレートはこれ左のハイキック。さあ佐竹、1年半の空白を果たして埋めることができるか。ちょっと出血が、鼻血が激しくなって、そうですね、おお左ストレート、また左ストレートは大丈夫です、見てますよ、はい、うん、ご覧のように目の光がまだ消えていない佐竹、この試合に身体をかけるというようなコメントもありましたが、とにかく自分が燃え尽きるようなそんな試合をしなければこの段階でははっきり言えない、ただこれが最後という気持ちを持って一試合一試合思い入れを持って戦いたい、佐竹はこう語っていました。アンディフーはさあ来いって感じですね、その思いは当然アンディも分かっているし、お互いがお互いにこの試合にかける思いを分かってますよね。残り1分30秒、第4ラウンド、サウスポースタイル、アンディ・フグ、さあフロントキックを前に徐々に出ていきます。アンディ、三宅さん、はい、どうぞ。アンディ陣営は前のラウンド、ややアンディ自身がその足元のスリッピーなのを気にしてそれで距離が詰められなかったっていうんですね。ですからこのラウンドを繰り出すときにあの足元滑り止めをかけて、はい、その辺ねセコンド陣がケアをしていました。距離の取り方については全く問題がないと、はい、あとは攻めた後のガードに気をつけるというこういったことを言ってますね。そうですか、攻めた後のガード、それまで何度も苦い思いをしてきたその辺のディフェンス。佐竹もねちょっとジャブで誘えばいいんですけどね、右のクロス打つときに自分で待たないとですね、はい、先にこうちょっとペイントかけて、誘わないと、あれは右で狙ってるんですけど、あのカウンター狙ってますかね、そうですよ、そのカウンターを取るために誘い水も欲しいですね、アンディは左のガード下がるんで、あの右を入れると思ってるんですよね。なるほどね、さあバスピン、さあ前に出ていくチャンスを迎えた、右のアッパー、左のハイキックを返した、アンディも左のハイキック、そうですね、アンディも決して打たれ強いわけではないですからね、佐竹選手チャンスあると思うんですけどね、狙ってるんですね、その一発を、はい、一発を狙ってますね、先行一滴その一発を待っています、本当に
いや一言一言なんか声を発しながらこう言ってますね。肩を抜くようなですね、そんな感じですよね。共に持つサムライスピリット、今横浜のリング上で火花となって散っています。第4ラウンドが終了しました。さあ勝負はいよいよ最終ラウンドにもつれ込みます。もっと前に出てきて戦ってほしいというそうですね、声が出ましたね。倒すか倒されるかなんで、この3分間ですね。ああ今さあもうあと3分しかない。2人の思いを思うにはこの3分しかない。分かってると思いますよ。左のハイハを食いしまった佐竹。さあ右のストレート、これはスイッパー。2人の思いを完結させるには5ラウンドでは短いのか。やっぱりですね、アンディが必要以上に思い入れが強いんで、アンディ固まってますよ。はい、宮家さん、はい、アンディサイド赤コーナーはフィニッシュ決めた声といった声も。さあこれがストレート、あ、来ましたよ今の左。左ストレート、アンディの左。左来ましたよ。再び鼻から鮮血が噴き出しました佐竹。アンディ聞いてるか、いかないか。蘇るか、蘇るか、そういう決まった青伝説。あるいは王者の意地が佐竹を返り討ちにするのか。ハイキックから左。さあ出てこい佐竹。最後行ってほしいですね。前に出てこい佐竹。左のハイ打ち合わないとダメですね。佐竹に出てほしい。この声は佐竹が倒さないと勝てませんよ。前の横浜アリーナ、1分30秒佐竹あと1分30しかない。アンジは必要にしか受けるんですけどね、残りがあと1分。出るか佐竹、アンディ出るか。残り時間があと45秒。あっと左フックカウンターで来る。残りがあと4分。佐竹正明対アンディフグ、WKA メータリースーパーヘビー級タイトルマッチ。さあどうだ、残り30を切った。狙わないか佐竹。しかしこれがローラウンドセッター、ヒルトルネーガーですね。回転回し蹴り、ヒルトルネーガー出ました。打っちゃわないと、打っちゃわないと、残り10を切りました。打っちゃわないと、打っちゃわないと、もう時間がほとんどありません。今試合終了のゴングが鳴りました。この声をこんな風に判定です。ジャッジトロハーニング50対46、アンディフグ4ポイント差で、まずアンディフグ50対48、2ポイント差、アンディフグ5ポイント差。佐竹正明、あなたの名は中橋選手選手98の記録、平和グランプリ96王者、アンディフグ。レフリー田畑康です。ジャッジ猪狩選手、東島選手、島田選手。ロングバウンド、ロングキック、いいファイトです。
Thank you.